どううももセイラですすいいつもコメンントやグッドボタンありがとうございます今回の動画では人間関係が壊れていく人が99%取ってしまっている行動ということで絶対にやめるべき行動が何なののかってていいいううをお伝えしていこうと思います僕は学生時代に人とコミュニケーションを取ることがものすごく辛くなってしまって周りから嫌われているんじゃないかとか自分のことなんて誰も大切に思っていないんじゃないかなっていう不安に駆られてた時期があったんですね ててるんじゃないいかかっていうふうに思うから人と距離を取ってしまって人目がめちゃくちゃ気になってきてなんか悪く見られてるような気がしてきてみたいな感じになってきてあの当時って本当ねストレスばっかりだったなっていうふうに思うんですよそしてそんな風にコミュニケーションにストレスを抱えてしまっているといつの間にか人間関係って壊れていってしまうんですねなぜならそのコミュニケーションのストレスを生み出している根本原因が自分の とある行動の癖にあるからなんですよ逆に言うとその癖を解消していって根本的にストレスの根源をなくしていくっていうことをすれば自ずと自分の心が整ってコミュニケーションの問題って解決していくんですよねなので今回の動画ではそのコミュニケーションを壊してしまう精神状態を作っているその根源 これを解消していくための術をお伝えしていこうと思います。めちゃくちゃシンプルで常に実践できるエクササイズでもありますので、ぜひ参考にしていってもらえたらなというふうに思います。ということでですね、じゃあまずコミュニケーションのスルスを生み出しているものって何なのかっていうことなんですけど、結局ね、コミュニケーションのスルスを生み出しているものっていうのはズレなんだよっていうことなんですよ。ズレ。ズレってものを、えー、話すときにですね、2つ覚えておいてほしいことがあるんですけど、 心が落ち着いている人と心が荒れている人っているじゃないですか。で、自分の中でもあ今心が荒れてるなっていう時とあ今心落ち着いてるなっていう瞬間があったりすると思うんですね。で、こういうふうにですね、心が荒れた状態とか心が落ち着いた状態っていうのをまず把握していくっていうのがものすごく大事で、例えば落ち着いた心の状態の時っていうのはお風呂に入っている時とかだったりとかえ自然に触れている時とか。 なんかコーヒー飲んでまったりしてる時とかって結構心が落ち着いているじゃないですか逆に心が荒れてる時ってなんかイライラするしムカつくし自分と人を比較してしまうし自分はこう見られなければならないとかこんな風には見られたくないっていうような執着が生まれてしまったりとかってすると思うんですねでそういうふうに心が落ち着いた状態から荒れた状態になってしまっている時っていうのは自分の認識であったりとかっていうのがずれていってるんですよね でそうやってずれていっていることによって自分の中にストレスが溜まってくるってことなんですよ。でストレスっていうのはだってずれから生じるんですね。骨でも何でもそうじゃないですか。ずれてるところに何か疲れが溜まったりとかずれてるところに痛みが伴ったりするように本来の自分の心の状態からずれてしまっているから心が荒れてしまってストレスになってしまってそれが人間関係の問題自分の空気の悪さにつながっていくということなんですね。で心が 整っている状態っていうのをしっかりと作っていかなければならないということなんですけれども、心が整っている状態に戻していくだけで、かなり精神で安定してくるし、自分の心が温かくて明るくなっていくので、自然と自分の空気感が変わってくるということなんですよね。人間関係がうまくいっているとっていうのは、 何かすごいことを言うとか話し方がすごいとかっていうよりも温かくて安心感なる空気を発しているんですよねそういうふうな非言語の情報ですねこの非言語な情報が相手にパッって伝わってそれに対して人は魅力を感じていいレスポンスを返してくるんだよっていうことなんですねだからあなたも結構あなた好きだなって思う人っていると思うんですけどそういったら何が好きなのかなっていうのを考えた時にあんまり言語化できないと思うんですよ何かっていうと相手の 空気感とかそういったものを非言語情報を受け取った結果なんか好きだなと思ってるからっていうことなんですねでそういうふうに僕たちはその空気感を感じてあこの人でなんか軽い空気持ってるなとか明るい空気持ってるなとか優しい空気持ってるなっていうところに反応してるんだよってそしてそういうところで反応して好きになってもらう方が自分も楽でしょってことなんですよ何か押して好きになってくれるあの人はこれを押してくれるから好きなんじゃなくてこの人なんか好き ね、そっちの方がめちゃくちゃ自分の本質的な部分で好きになってもらってるなっていうふうに感じると思うし自分も無理なく接していくことができるじゃないですかだからそういうところをまずは目指していかなきゃいけないよっていうことなんですよでこういうふうに話していくとじゃあ心が荒れてる状態をなるべくなくしたいじゃないですか心が荒れてる状態をなくして心が落ちた状態でをきついにキープしておきたいなっていうふうに思うと思うんですけれどもじゃあ 心がが荒れたっっってててていいいううのののはは何をしてしまるるかっていうのは、ね、実はサインがあるんですよでこのサインをしっかりと理解しておくことによってそうなってしまった時に自分で「おっとっと今自分の心荒れてるなこっちへ戻しておこう」っていうふうにですね自分で対処することができるのでなので今回のねこの内容を覚えておいてほしいなっていうふうに思うんですけれども心が荒れてる状態のっていうのはですね実は音に出るんですね音です心が荒れた時っていうのは自分の所作ってどうな,るどうなります 結構何かドアとかだったらバーンって閉めてしまったりとかガッチャンパッタンみたいなね音が結構自分の近くでえたくさん起こるんじゃないかなっていうふうに思います、はい、パソコンねめっちゃ大きくてカタ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 って打ってしまったりとか物を置く時もなんかこうバーンって置いち,ちゃったりとかっていうふうな感じですねとにかく些細な行動の一つ一つが騒がしくなると思うんですよそして実は自分で自覚していなくても無意識的にうるさいのが癖になってる人っていうのはいるんですね、はい。ていうかそっちの方がかなり多いんですよ うん、でもこれってかなり危険で無意識で音を立ててしまっている人っていうのはいつの間にか心が荒れたりとか自分から荒らしてしまったりするんですよね僕ももともとね「今白くコーヒー」って入らせていただいているんですけれども入ったばっかりの頃ってもう本当にねみんなからたくさん注意されてるのはとにかく自分から発する音あなたの発する音はうるさいっていうことを常に言われ続けてたんですよでも当時の僕ってそれに全く気づいていなかったんですね ただ、その当時って本当自分の精神面ってかなり不安定でイライラしやすかったりとか何かに執着していたりってことがかなり多かったんですよ。だから精神的にも安定してなかったし、結構荒れることが多かったんですね。それって全部ね、日常の音に出ていたんですよ。だから僕はそれを直していったんですよ。かなり注意してもらって直していったんですね。とにかく、とにかく静かに。 物をそーっと置くようになったりとか大事にするっていうことができるようになっていたすると不思議と自分の心も常に穏やかで落ち着いたものになっていったんですよ人に対するイライラとか人と自分を比較するっていうそうやって悲観するということもなくなっていたんですね自分が何かを静かに置く物を静かに置いたりとか 美しい人たちが何かをすることにによよ。っっって、て本当に自分の心が整っていったんですよすると、人を否定したりとか人にイライラしたりとか人になんか文句を言いたくなってとかゴミを食べたりとかっていうこともどんどん減っていったすると勝手に自分の心が落ち着いて落ち着いて人との関わり方が変わっていったんですよねその結果ちょっとね期間が経った時にいろんな人から「セーラーなんか空気変わったね」って言われるようになったんですよその時 僕の心の状態が本当にそのまま自分の生活音に出ていたんだなっていうことがめっちゃ分かったしそれと同時に音と心ってめちゃくちゃ深く連動しているから行動から音をなくしていったら心も連動して落ち着いていくんだなっていうことがすごい腑に落ちたんですよ。そこかかかららははは自自分分が発すするるる音ののの心の状態のバロメーータにになってているんですよだから荒れてる時はとにかく 自分がね、なんか音うるさくなってきたなと思ったら、あ、やばいやばいって思って、自分の行動、所作を美しく、静かにするっていうことを意識しているんですね。それだけで本当にこう、チューニングできるというか、いつもの自分に戻ってこれるなっていう感覚がすごいあるから、僕もかなり意識してるんですよ。自分がイライラしてるなとか、自分の心安定しないなって思うときは、とにかく自分の行動を静かにするところからスタートするってことを常にやってるということなんですね。だからとにかくですね、 音を静かにしていくってことを意識してみてほしいなっていうふうに思うんですよ。歩くときも足音をなるべく静かにしてみるとか、ドンドンドンって歩くんじゃなくて、スッスッって歩くとかで、それを意識しているだけで、普段いかに自分が荒れた音を発していたのかっていうのがめちゃくちゃ自覚できると思うんですよ。ガッチャンとッちゃンみたいな感じで動くんじゃなくて、滑らかにスッスッと動くような、そんな感じを意識していくと、本当に心が連動して落ち着いていって、また空気が変わっていくんで,で、ぜひですね、今回話した音を静かにしていくってことをやっていってほしいなっていうふうに思います。で こんな感じでですね、人って案外無意識のうちにやってしまっている行動で人間関係の細かい問題を生み出してしまっていることがめちゃくちゃ多いんですよね。今回の話であれば、人間関係を壊す人っていうのは日常で 音がやかましく表れているとかっていうことだったと思うんですけれども多くの場合ですねこんなところって意識向かないんですよ、うん、細かい解決方法を実践してしまうんですよね何か例えば人間関係で問題が起こったのであれば話し方とかそういうところに意識がいっちゃうんですよでもそういうふうに細かい解決方法を実践しても結局ですね 大事なななところに意識が向かないかいら同じような問題を繰り返すすんですね根本的な問題を解決しないままに細かいことばっかりを意識してしまうから大元が解決していないから結局同じことに戻ってきてしまうということなんですよ。うん、だから世の中には細かい解決法とか話し方とかねそういうものたくさんあるけどそれで問題を解決できていない人ってめっちゃたくさんいるなっていうふうに思うんですよね。うん、でねそういう人って多分この動画を見たらあそっか今まで自分が 解決できなかった問題を解決できなかった理由ってここにあったんだなみたいなところが気づいていただけたんじゃないかなっていうふうに思っててでそこに気づいてくれる人だからこそ結構ねなんかなんていうかな自分とね向き合えるとってことなんですよねそうやって。なんか誰かが 悪いいいいととか、かある人を変えたっっって思ってるとって、てて思こういう動画を見てもんんま反応してないんですよ。でもあ今まで自分がこういう意識で生きてたかダメだったんだなとか自分の行動が原因だったんだなとかっていうふうに意識できるとっていうのはかなりですねこっからグッとこう変化していくきっかけをつかめるんじゃないかなっていうふうに思っているんですねでそんな人にこそ呼んでいただきたいのが僕の LINE コラムで本当にですねすごく本質的な問題の話をしていて自分の根本的な問題とか人間関係の問題を生み出す以外のポイントとかっていうのを 自分をを改善しして話して言っていいくとうこ話るんですよね人を操ったりとか心理的に誘導するようなテクニックではなくて自然体で愛されながらあなたと関わると全員が幸せになっていくような自分自身になっていくっていうことですね、うん、だから人を変えるための方法とかじゃなくて本当に自分がファッて変わっていってその自分から現れる言葉だったりとかオーラだったりとか空気感で人を幸せにしていく笑顔にしていくような そんなコミュニケーションの方法ですね。そういったものを伝えるようということで、僕は LINE コラもさせていただいております。なのでですね、本当にこう、自分が誰か動かしたいとかっていうより、本当にこう、自分も良くなって、自分の周りも良くなって、みんなで良くなっていく、笑顔になっていく、幸せになっていくみたいな、そういったコミュニケーションを学びたいなっていうふうに思ってくれている方は、ぜひですね、この LINE コラも参加して呼んでいただきたいなっていうふうに思っております。こちらですね、動画説明欄の URL から参加していただくことが可能なので、ぜひですね、この後にでも動画説明欄を見ていただ いた,だけたらなというふううに思いいますということで今回の内容をまとめておきますとまず人間関係が壊れるのは心の中に問題があるんだよということでですね心の状態が荒れているか、えー、落ち着いているかっていうのはかなり大事だよとそして荒れている時っていうのはどういう時なのかっていうと 音がうるさくなってしまった時だよっていうことでですね、自分が普段発している音、何か物を置く時の音であったりとか、自分で歩く時の音であったりとか、そういったものが荒れてしまっていないか、うるさくなってしまっていないかっていうところに意識を向けていこうねって。そっちらそうやって、意識を向けて音を静かにしていくことによって、心と音っていうのは連動しているから、静かにすればするほど自分の心が落ち着いていって、そこから現れる空気感であったりとか、言葉っていうものが落ち着いて優しいものになっていって、それがきっかけとなって人間関係っていうのはどんどん良くなっていくんだよって。 壊れてしまう、人間関係が壊れてしまっていく人っていうのは心が荒れているんだよって。で心が荒れているから音がうるさくなってしまっているんだよっていうことでですね、えー、今回はそのエクササイズとして静かな生活、美しい所作を意識していこうということをお話しさせていただきました。本当にですね、静かに物を置くとかってやってるだけでめちゃくちゃ心が落ち着いていくので、それを実感してですね、その中でコミュニケーションをとっていく。自分が普段から静かな生活、美しい所作っていうのを意識していったら、勝手に心っていうのは落ち着いていって、本当に人間関係が変わっていきますので、これをぜひ意識してい ってほしいなっていう風に思います。ということでですね、今回の動画最後になるんですけれども。 このチャンネルでは自然体で愛されるうようになっていくために自分の心にあるメッキを剥がしていく方法を解説して見てくれる人が自分の本来の魅力を発揮している状態というのを目指しているんですね人はこれまでの人生の中で偏った考え方や思考の癖を持ってしまっていてそれが原因でこうならなければならないっていう思い込みを知らぬいに作り上げてしまっているんですよなのでまずはその心のメッキを剥がしていって本来の自分の良さであったりとか温かみを思い出していくことが大事なんですよねこれだけで世界の見方がガラッと変わるし自分も他人のことも許せるようになるし 心が明るくくくててて軽かいい状態になっていくんですよで僕の理想はその心の状態になった人が周りの人たちにもその明るさとか軽さとか温かさを伝えて感化していけるようになるっていうことなんですね。その連鎖が人を下げ済む一言をなくすし傷つける言動をなくすし孤独で冷たくて悲しい人たちをゼロにしていくと僕は信じているんですよ。 その理想を持ちながら僕は日々動画や LINE コラムであったりとかオンラインコミュニティで発信をしていっていますのでもし僕の思いに共感したとか一緒にその世界を作りたいと思っていただけたのであればぜひですねチャンネル登録して僕たちの仲間に加わっていただけたらなというふうに思いますでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうセよらでしたありがとうございました